はい、秋田県大選手より NHK と県民を守っちゃう秋田県大選手よりイージスアシアから県民を守っちゃう本日令和2年の3月22日日曜日応審議会の大朝大志です医者の国会議員 N 国浜田聡氏はどう考えるっていうタイトルで えー、はあのお伝えしますサブタイトルとしては北朝鮮の核ミサイルより北朝鮮工作員を新型コロナに感染させ世界中を旅させる方が怖い意見という、えーまあ、そのままなんですけども、まあ、イージスアシアはですね、えー、ものすごいお金かけて作ろうとしてますけど、えー、そんな、ね、攻撃よりも、えー、北朝鮮の工作員を新型コロナに感染させ まあ10人ぐらい完成させ、そして、えー、そ,れそ,れその人たちを世界各国に飛び回らせる。 でこういう風な工作をした方が世界経済世界経済にダメージが与えるってことは軍事にもダメージが与えられますから、えー、世界の北朝鮮から見たらば敵国に対する軍事力の低減、えー、低減少させる方向に行くわけですよね、えー、まあその証拠にですね今ミサイル撃ったりですとかいろいろね、あのー、アピール作戦が始まってますよねもう北朝鮮がねだからこういうことをやるよってことでしょ、えー、世,の世の中の人多くの人たちが気づいちゃったわけですね核ミサイルを買 開発するっていうのはものすごくあのあの技術力がいりますし金かかるんですよ。でそんなことやるよりサリン作った方が早いでしょってことね。それを気づかせたのはおおオウム真理教ですけども核ミサイルを作るよりサリン作った方がはるかに早い。でそれよりももっと早くて安いですよ。それよりも,もっと、えー、あの金かからないのは コロナねせっかく感染してはるわけですから、多分ね、今、軍でねまとめてるはずです、北朝鮮の軍工作員に対して、さあ、世界中に飛び回りなさいとかね、潜伏しなさい、えー、木造船に乗って日本に行って潜伏しなさい、そして、えー、あ,れありとあらゆる公共機関に乗りまくって、そして移しまくりなさいとかね、そういうことを算段しているでしょう、きっとね。 あの本気で日本を憎いと思ってますから思ってると思われますからだからこういうことをやってるわけですねじゃあ国会議員はどうするかっつったらもしそういうことをされる防,ぐ防げないでしょそういうことを防げないですからえあのどうするかっつったら医療機関を 充実させるしかないわけで,すでね例えばこの新型コロナがあの感染症のね指定病院でしか受けれないとなった場合に特定感染症指定医療機関っていうのが全国で何いくどれくらいあると思います <laughs> 何百万ってある病院の中でどれくらいあるか浜田聡だったら分かるはず4医療機関 10, 10病床しかないわけです小小 10, 10床しかないわけですね <laughs> 要は10個しかベッドないってこと 特定感染症医療機関が4つで、えー、成田赤十字病院国立研究開発法人国立、えー、国際医療研究センター病院、えー、何床こ,こ,こ滑りし何 <laughs> ていうか分かんない市民病院ンク、えー、総合医療センターのこの4つしかないんですよ10個しかベッドないのじゃあまあそれより緩和して新型コロナをね、えー、北朝鮮がもし流行らせた場合日本にね しつこいように流行らせた場合は第1種感染して、えー、医療機関にまずじゃあそこに行きなさいよという法律でね精霊とかなんて簡単に作れますからで精霊でそこに行きなさいよってさせた場合に103しかないそれでも <laughs> 103しかないんですよベッドが世界あ日本中ね無理でしょ 北朝鮮工作員がバン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 って東京の満員電車とかでこうあえて感染させるような行為をした場合にそれを防げませんと防げない場合にかかってしまいますって日本国民が多く新型コロナにかかってしまいますそうした場合に103しかないんですよ第一種感染症して医療機関でもその次じゃあそれを緩和しますっていうなんか法律変えて、えー、感染症のその法律ね を変えた時に第二種感染症指定医療機関というのがあってそこにまでなってくると結核とかそういうのも入れると万あ13万とかねそこでようやく増えてくるわけだから第二種感染症指定医療機関でも新型コロナが見れますよという状態ぐらいまでしないといけないわけです最終的にね北朝鮮の工作員が新型コロナを広めまくった場合にだからそういうことを考えて えー、何をやるかっつったら、えーうん、イージス・アシアよりもっと最初にやるべきことがあるってことが分かってきたってことでしょ <laughs> ね北朝鮮のミサイルの受ける攻撃よりウイルスとかそういうバイオテロサリンとかねウイルスとかサリンサリンの話は前もしてましたけどそういうバイオテロに備えた医療設備それもし 攻撃を防げなかった場合に日本国民の生命を、まえー、守る要となるのが医療設備ですからねじゃあそれを充実させないでどうするんだってことそれを充実させなかったらどうなるかっと,と簡単にイタリアとか武漢とかそういう状態と同じ状態になるのね人工呼吸器の,その機械が足りませんとかね そういういいことになっていくのそしてバタ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 死んでいって経済損失ダメージ与えられますよねそういうことをやるよってほのめかしてくると思うんですよね北朝鮮ってじゃあそういう時にあやどうぞやられても日本は大丈夫ですよっていうぐらいの医療状態そのパンデミックにだって対応できるっていう医療状態を作っていくそれなぜかつは国民の生命を守るためでしょ生命と財産を守るため これ今財産もやられてるんでしょ当然生命より今財産でしょだって飛行機会社だ,だけですら何十兆円ってやられるんでしょこれで <laughs> 飛行機会社ですらそれだけやられるわけですからねじゃあ N 国党の浜田聡はどうするんですか簡単でしょう法律変えていかなきゃいいと法律をちゃんとしっかり整備していかないといけないわけですよねだから法を整備しないといけないんですよこれを やっていくためには政策とか何,何よりもまずは今ある感染症のその法律の見直しこの状態でいいのかと新型コロナに対してこの状態でいいのかとかねえ国がもし感染して症状ない人だったら自宅待機じゃなくて例えばそういう病院を、えー、やったりもしくはどっかのホテルとかを貸し切ったりねわかんないけどそういう特別会計とかから金出してそういうホテル貸し切ってそこに、えー、金と食料と そういういものを手厚くやるとかね症状出てなくてもであとは、えー、ど,どうすんの北朝鮮のその工作員が無症状の人をピックアップして日本に送り込んでそしてこれ全国を旅回らせるっていう行為をずっとしてくるんだったらどうするのっていう話本んとんていうか毒性が弱くなっていくよう新型コロナの毒性が弱くなっていくまで 人類は待たないといけないいいとけのかってことでしょこれ、ま、間違ってね、毒性が強くなっていくることだってあるわけですよ。分かんないけどね。どうすんのって感じ、はい。イージスアシアなんて言ってられる場合ですかって感じですね。はい、以上です。